周辺長島は、瀬戸内海芸与諸島の島。友人島である。大崎上島の西約0.4キロメートルに位置し、二つの島は、長島大橋で結ばれている。ただ二島とも本州からはつながっていない離島である。全島域が郵便番号725-0301、広島県豊田郡大崎上島町、中野。 面積1.06平方キロメートル。気候は瀬戸内海式気候。島の半分以上を中国電力大崎発電所及びその関連施設が占めている家電の島である。残りはほぼ山林。民家は点在している。2010年で人口26人、うち就労者は16人、うち4、5が第三次産業就業者。 農業は、未完栽培が行われている。大崎上島町における栽培漁業促進地域でもある。当該から発電所関係者が訪れるため、道路や宿泊施設など一通り施設は整備されている。この島には、埋没文化財として古墳時代のものが二つあり、そして生炎土器が発見されており、当時から塩を作っていたことが分かっている。 明治以降の行政区分は、1889年村政施行により、大崎中野村、1955年町正施行により、大崎町、2003年市町村合併により、大崎上島町中野となっている。もともとは南北に連なる二つの島であったが、近世から近代にその二つの間に、塩田が整備されたことにより一つの島となった。また、 生炎過程で熱源つまり焚き木,木を必要としたことから瀬戸内海周辺の森林は根こそぎ爆壊され、励山となった。現在の森林は戦後植えられた大小植生である。その塩田も廃止となり工作地に転用された。そこへ中国電力大崎発電所建設が決定し、1979年から 発電所建設工事が着工した。1970年代で138人いた住民のほとんどがこの工事により当該へ移住していった。そして1987年中電により長島大橋が整備された。旧大崎発電所の煙突と長島大橋もともとは中電が建設した発電所で1979年着工、2000年。 稼働したものの、技術的な問題により2011年に休止した。現在は、中電と電源開発の共同出資で、大崎クールジェンを設立し、同じ敷地内に新技術である、石炭ガス化複合発電用の試験プラントを整備している。発電所建設の資材運搬のため中電により1987年、加強されたもの。建設後、 中殿から大崎町に無償贈与され、現在は市町村合併に伴い大崎上島町が管理している。長島大橋付近にある海釣りができる桟橋。島の北側にはリゾートホテルがある。ありがとうございます。